レスター・ボールズ・ピアソンはカナダの第14代首相。20世紀後半のカナダで最も偉大な政治家と評する見方が一般的である。第一次世界大戦時に衛生兵として勤務していたピアソン国際連合食糧農業機関の創設会議で議長を務めるピアソン外相時代のピアソン首相時代のピアソンカナダのオンタリオ州ニュートンブルック生まれ。 所属政党はカナダ自由党。1913年にトロント大学に入学した。第一次世界大戦が勃発し、ギリシャの陸軍病院で衛生兵として1915年から2年間勤務した。1917年にイギリス空軍に志願し、イギリス国内の航空訓練学校に通った。卒業後の最初の飛行で墜落事故に遭い、続いて、 ロンドン大停電の最中にバスに跳ねられるという不幸続きだったが幸いにも生き延びた。しかしこれが原因で山井翔平として1918年にカナダへ送還されてしまう。帰国翌年の1919 19年にトロント大学を卒業する。その後に奨学金を提供されてイギリスのオックスフォード大学に通った。1925年に カナダに戻り、トロント大学で歴史を教えながら、研究を続けた。1927年に、カナダ外務省に入る。1945年に、在米カナダ大使として、国際連合の設立会議に出席した。副外省として、北、大西洋条約機構の設立にも重要な役割を、担った。1956年の第二次中東戦争時に、 外省として現代的な国際連合平和維持活動の元ととなる国連緊急軍の創設を提唱し紛争の解決に当たったことを評価され1957年にノーベル平和賞を受賞した1963年4月22日から1968年4月20日まで第19代カナダ首相を務めた 任期中に、新しいカナダ国旗の制定、カナダ年金制度の導入、連邦政府が主要な医療費の半分を負担して、残り半分を州政府が負担するシステムの導入、農村部の経済発展のための基金の創設などが実施された。ピアソンは、アメリカ合衆国訪問中の1965年4月2日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのテンプル大学で演説を行い、 ベトナム戦争を終結させ、外交的に問題を解決していくためには、北爆の停止が必要と主張した。翌3日に行われた首脳会談では、リンドン・ジョンソン大統領は、ピアソンの胸ぐらをつかみ、私のリビングに来て、よくもカーペットに小弁してくれたなと激怒したと伝えられている。また、モントリオール万国博覧会のために訪れていた。 ケベック州モントリオールで1967年7月24日にフランスのシャルルド・ゴール大統領が第二次世界大戦終盤のナチスドイツ支配からのパリの解放と重ねて演説の中で自由ケベック万歳と叫んだ。両大戦中にカナダがフランスに対して行った支援の努力を思い起こしたピアソンはこれに激怒し次の日の演説で カナダ人は解放される必要はないと、ドゴールを強く非難した。1984年に、トロントの空港が彼にちなみ、トロントピアソン国際空港と改名した。最初に入学したトロント大学では、野球、バスケットボール、ラクロス、ラグビー、アイスホッケーと、様々なスポーツをプレーした。1917年夏には、セミプロの野球チームでプレーしてお金を稼ぎ、 ラグビーでは無敵のクォーターバックとして名を馳せた。1923年にスペングラーカップ初代王者に輝いたオックスフォード大学のアイスホッケークラブの一員でもあった。野球とアイスホッケーが特にお気に入りのスポーツであり、政治家になってからもその情熱を持ち続けた。MLB や NHL の重要な試合を見逃さない。 ために執務室にテレビを設置していたほどである。カナダのアマチュア野球の資金調達手段として開催されていたピアソンカップも彼にちなんで名付けられたものである。1969年から1972年までは MLB 球団モントリオールエクスポズの名誉理事を務めていた。1983年に同年に創設されたカナダ野球殿堂入りを果たした。 また、NHL の年間最優秀選手賞には、当初、レスター・ビー・ピアソン賞という名前が付けられていた。ありがとうございます。